2020年11月15日日曜日、あの公園で噴火してる頃、東京都江東区深川不動尊前です。ベーゴマです。じゃあこれあげる。お、やった。お、2個目、2個目、これはレンタルだから、あ、こっち使ってないやつ。私も新橋小市祭りで何回か投げたことがあります。まあ投げ方も巻き方もいろいろあると思うんですけれども、あと駒自体ですね、大きい小さい、いろんな、ベーゴマがあると思います。その駒の特性に合わせて、まあ、やってるんですかね、ちょっとよく分かりませんけれども、うまい人はうまいです。それではこの続きでベーゴマの達人の技を見てみましょう。残念、失敗でした。コマが小さめですけれども、連続で割と乗っけてきますね。フォームが全くぶれません。この方お上手ですね。ではスローモーションで見てみましょう。拡大して見てみましょう。真上で掘ってると思いきやですね、手前から掘ってるんですね。お見事でした。いろいろあった2020年ですが、徐々に平和な日常が帰ってきてるような気もしますが、どうでしょうか。走行しているうちに的が小さくなってしまいました。難易度がぐっと上がっています。どんどん小さくなってないけど、これは一回も乗せてないんだけど、ベーゴマの達人たちも苦戦しております。しかし乗せる人はここでも乗せるんですね。どんどん小さくなるんだけど、乗ったら、ある条件を満たした場合、ベーゴマがもらえる。これが業界流の掟のようです。いや、でかいのの真ん中だと思えば乗る。いや、先っぽが潰れちゃってる。的が小さくなってからもですね、上手い人は乗せるんですね。こちらもやはり、手前からちょっと投げてますね。割と近づいてはいるんですけど、真上で投げてるわけじゃないんですね。紐が赤い時点でですね、達人であることは一目でわかるかと思いますが、この両足を揃えたポーズから1、2の3で投げます。ゴルフでいうワッグルに当たるんじゃないでしょうか。1、2、ちょっと弱め、3ぽいという、3でぽいですね。さすがです。深川不動尊もお隣の富岡八幡宮もですね、七五三ですね、二の鳥に当たる日かと思われます。
では先ほどのプレーをもう一度見てみましょう。腰を低く落として水平に引くわけですが、拡大してみて分かったのですが、ちょっとですね、遠目に飛んでしまったようですね。しかし引く際にですね、ちょうど真上に落ちるところで引いたというところです。ギャラリーの女性からもうまいという声が聞こえていましたが、やはりこの方はフォームがぶれないですね。そして先ほどとは違い、手前に投げました。手前に投げたんですが、やはり駒が真上に落ちるところで引いています。よかったな。先が、潰れている大きな駒で、乗らない乗らないと言っていた、ベテランの方が乗せましたね。やはり回転している絵がですね、結構無理している感じで回ってましたので、やはり乗りにくい駒なんでしょう。ちょっとだけ直しただけです、うん、の それでは先ほどのプレースローモーションでどうぞ。私自身は同ポジだったわけですが、横に動いていただけたので横から撮影することができました。1、2の3で掘ってるわけですが、構えたところに戻ってくるというイメージのように理解しました。その意味ではゴルフと同じということでしょうか。やはり力んでしまって構えたところに戻ってこないと、ドライバーもまっすぐに飛ぶのは難しいです。ベーゴマも一緒じゃないでしょうか。構えたところに戻す、これですね。いい質問ですね。これどこに掘ればいいの？おっしゃる通りです。それが分かったら苦労しません。100発100中で乗せるというのはなかなか至難の業かと思います。さよなら。